そう、どっち方向かがね、全く分かんない。そっち。あれ、なんかこっちから来た気がしたけどな。もう方角が分かんないんですわ。で、まあ、たどるんだけども、敵がいるんだよ。あ、もう全く分かんない。赤い影で映るんだけども。これ見回してないとダメなやつじゃね。左右は。ああ。でもこんなね。気づかず行くと痛い、普通にね。確かにね。そうなんだよ。思い出してきた。赤い、そう、プルプルした、エヴァ初号機みたいなやつが、いたんですよ。道中。でもこれ、目印っていうからには、一方方向にちゃんと伸びてるはずだよね。これ。これね、血の跡じゃねえの。これ血なのかね、どうなんでしょうね。あ、大丈夫、左右見てないけど。確かにな。でもね、この方向合ってんのかな。こっちから来た気がしちゃうんだけど。まあでもまあカーバーはね、言うならば。だって俺はこんな後辿ってきた記憶はねえぜいや辿ってんすよ、ガッツリ。おびっくりした。え、何、え、ん、なんだ、死んだ、なんか撃ってきたよね、今ね。え、忘れたのか。イベント、イベント、イベントだよな。あ、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 こいつ、こいつ、これね、プルプルしてる。プルプルしてる。エヴァじゃん。ワンワン吠えとる。おっと、じゃあ、これを迂回して、まあ、まあ、こう、こうね、距離を取りながら。近いんじゃね、近い、近い。さ、こっちもいいんじゃない。え、オッケー。あ、大丈夫。何や、さっきの、何、撃ってきたの。お、怖い、びっくりした。なんかね、おおおおおおお、なんだ。でも映ってないよ、映ってなかったね。いたね、今ね、完全に。怖っ。これさ、全部出しながらやれってこと。でもちょっとこれはこれで危険なのかな。ミニマップ的な扱いでいいんじゃない。そう、そうだよね、かすかに見えるもんな、背景。さ、左右の確認を。はっ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 、怖い怖い。ちゃんと確認しないと。ワンワンがやられちゃう。ワンワン、ワンワン名前なんだっけ。バレットね。そうだ、バレットだ。バレットね、一応あの中身が実はおっさんだっていう設定で来てますけどね。あれ、そんな覚えてないと思うけど実はそう、バレットの中身おっさん入ってるっていう、まあ、設定で、うちらはキャラ付けで来てますね。そうだっけ。はい、悔しい、思い出せない。思い出せないでしょ。そういう会話してるんですわ。あと、なんだっけな、カーバーのことをケダブラさんって呼んでたかな。ケダブラさん、ケダブラ、なんでケダブラ、あれ、カーバーさんケダブラしてきたっけ。記憶喪失そうなんです、あのカーバーだったかな、なんかもう一人敵がいるんだよ。なんか魔女じゃない、もう一人ね。お、レンガ、お、レンガ、これ、あ、いるね。左右。あ、いや、やばい。ちゃんと教えてくれるね。優しいじゃん。ね、全然ケダブラしてこないじゃん。わかんない。それでケダブラだったら別人かもしれないね。ケダブラさん？ケダ、なんだっけな。なんでケダブラになったんだっけな。なんだっけ、ケダブラしてきたんじゃない。なんか名前を言ってはいけない例のあの人って、俺が言っちゃったもんだから。あ、それでケダブラさんになった。それで、自動的にケダブラってなっちゃった。あの人ケダブラ好きだから、ね。そう。で、あの、お辞儀しない人に、お辞儀しないと殺されるっていう、ね、キャラ付け。キャラ付け。看板？看板、あ、看板。歌ってんね。やべえな。こっち全然聞こえねえからね。あ、そうか。でね、コントローラーから出てんだよな。設定でね、画面から強いようにしたはずなんだけど。あれか、ガキの話か。え、あの、だ、なんか、彼らを探しに来たんでしょ、行方不明の。あの、ボーイを。シャノンくんだっけ、うん、シャノンだっけ、ピーターシャノンくん、ね。ピーターボーイを。そう、ピーターボーイ、そう。けど、今、彼らって言ってたけど。写真で二人いなかった。そうなんだよ。あのね、もう一人が謎なんだよ。シャノンくんは一人のはずなのに。これね、ずっと聞く計画で。大丈夫。大丈夫だな。左右大丈夫。なんかね、あの、近くにいるとなんか教えてくれそうだね。それは頼りすぎじゃね？頼りすぎか。ケダブラさんをそんなに信用していいの？そうだな。ケダブラされるよ。ケダブラ、あ、まだケダブラだって言ってね。あ、そうか。だから、魔女はあれか。ベラトリックスか。なんだ、そういうことか。ポジション。強いじゃん。ポジション分かってきたな。強いじゃん。そうか。
ね、ブレアビッチが実はベラトリックス、レストレンジさんで、なんでそれでしっかり覚えてるの俺ですら覚えてないの。ベラトリックスレストレンジね、レストレンジ系本読んでた俺ですら覚えてないの俺ちゃんとそう覚えてますから、俺映画しか見てないけどもちゃんと覚えてる。あのね、あのヘレナ・ボナム・カーターのキャラはね最高だったからね、あれはね、いやーっつってね。あ、あ、犬だ犬だ、今度はめっちゃ親切に言ってくれてるめっちゃ親切に言ってくれてる、助かるわ、じゃあ叱るって、叱るお前っつってね、お前これそばにいてって、あ、はいはいはい、すげえちゃんとやってくれてる、チュートリアルチュートリアル並みに親切じゃん。よし、こいつはなんで見えてんの。うん、確かに、いや、まあ、魔術師だから。ちょ待って、ちょっと待ってくれ、どこだ、え、あっという間にいなくなったんだけど、ちょっと、え、大丈夫、まっすぐ行けばいいはず、まっすぐか、あれあれ、これは鹿、鹿、鹿、おじかを見つけた、死んでる、何この爪痕、なんか獣にやられた感じだな、なんだ、ん、剥製にすんの、いや剥ぎ取ったら、あ、剥製にはできなくね、まあ確かにな、見せるの、いや見せるでしょ、そりゃあもう、あ、素手でやんのか、やだね、ナイフ持ってたよね、持ってたっけ持ってたっけ、持ってなかったよ、なかったと思うくらい、あの魔女のシンボルを作れと、勝ったよ、やればいいんだろう、いかにやろう、ん、もうできとる、おお、なるほどね、あ、何これ、つまり自分の分を自分で作らせてるみたいな、満足か、そうか、ボーイたちを人質に取られてんの、そうそうそうだ、んそんなことはできねえよ、どうやって、嗅ぎつけられる匂いは俺のだけだろう、だって今作ったばっかりのシンボル、わ、気持ち悪い、見せる、やだよって感じだよね、バレット、おいで、待て、お前は怖くないのか、あれ、バレットかな、さっきの場所、あ、けん、けん、あの、あ、電話しよう、電話しよう、犬を止めて電話しよう、止めるか、止め、よしよしよし、あ、よかった、え、どうして、なんで、うん、なるほど、ジェス、いや、俺、もう一度話ができたらなって思った、名だったんだろう、これはバッドエンド言ってんのかな、あのさ、俺が帰ったら君に言おうと思って、なんかもう二度と会えない的な感じだよな、これもうそのチャンスがないかもしれない、選択肢とかないけど、まあ行動で変わるって言ってたしな、俺は諦めるんじゃない、ただこの事件の真相を突き止める必要があるんだ、どうしても、もし俺に何かあった時のために、うん、なんか最後っぽいな、君と出会えたことは俺の人生で最高の出来事だった、なのに台無しにしてごめん、やり直すことができたらって思う、元の、でもなんかちゃんと、なんていうか、いい人間になってるよね、主人公は、でもまた放送起きるんじゃない、まあ、なんかたまにヒステリーになった時あって、さようなら、なんか終わりじゃん、この下くぐる、え、トトロ、トトロ
トトロ的な。トトロっていうの？あんたトトロっていうのね。ふざけ倒すね。バレット。なんだっけこれか。行けバレット。調べてこい。大丈夫？あ怖っ。上からね。大丈夫バレット。帰ってこれる？ガバッとこう木のやつが掴みかかってる。収量確認だ。いや、あ。大丈夫か。食われんでしょ。大丈夫だな。大丈夫だな。うん、いないな。やべ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 やばいやばい。ごめんごめんの。おお帰ってきた。いや帰ってきた帰ってきた。大丈夫大丈夫。首だけどこになってない。ね。どこ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 。怖あれいなかった。まあいるだろう。どこどこどこ。ええ、はい、めっちゃ遠くに逃げてんじゃん。えどこだ。あれ褒めてあげよう褒めてあげよう。そうそうだな。なあれああ褒めよう。動かない。何かしなくては。叱るっつってね。撫でる。めっちゃ怯えてんじゃん。大丈夫大丈夫だよバレット。痛い。いやなんかギャーなんか違う声がしたよね。なんかおぞましい。もうご飯もあげようか。え、あ、なに？ご飯ね、あれね。あったなそういえばな。なんか持ってたよね。あったね。でもなんかもう動き出しちゃってる。あそこ調べなくていいの？確かに。え、でもなんか行っちゃうね。え、なんだったんだろう。帰れるね。わかる。またか。なんだ。何？これ怪しいな。怪しいね。何？かがむ。なんだっけ。かがむ。丸だ。丸。はい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 。はい、言う通りにします。いや、かがんでます。お？先生、かがんでますよ。いや、かがんでます。かがんでます。見てください。かがんでます。いや、めっちゃ叱られてる。かがんでるよ。あ、これ。無視したからっていうあれになっちゃったっぽい。マジで？これもうあれもうダメらしい。もうダメか。かがんでましたけど。めっちゃ攻めてくんじゃん。よし、喋ってるうちにやっちまうぜ。やっちまう、そうだほんまやね。なんかね、建物が気になってるな。唯一の解決方法は諦めることだ。あれね、うん、なんだろうね。はい、あ、はい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 、うん、言う通りにします。もう言う通りにできないって。できない。無視しちゃったって。なんてこった。鏡とか言われてもさ、急にね今まで使ってこなかったの。そう、一回もだって意味ないもんね、鏡ことに。なんか、あ、なんかほら霧が晴れて、あ、っ、あ、戻れなくなるライン超えましたね。セーブされた。お、ん、すごいね。なんかだんだん明るくなってきて、ね、どうしたんだい。探す。なんかあるんじゃねえの、吠えてるってことは。あんのか。撫でよう、とりあえず撫でよう。俺らが探すんじゃねえのか。そうだな、今度は俺らが這いつくばってね、地面に這いつくばって。武器だ。お、始まったぞ。よし、ついに武器を手に入れた。俺を自殺させたいのか。穴が掘ってあるな。え、なんで。マジかよ。冗談じゃない、このクソ野郎。誰がやるか。
いやいや嫌だ。ダレットを殺さない。ずっと前に限界を決めるべきだったんだ。もうこんなことはたくさんだ。子供の後ろに隠れるのはやめろ、この臆病者。チクショーめ。あ、武器を捨てた。武器がどうかしてるぜ。どうかしてるぜ。持っときゃいいのにね。え、あれこれなかったよね。あれ、いや、ん、なんだなんだ、そんなことなんか来てるぞ。来てるな。なになになに、びっくりした。バレット行くな。あ、嗅いじゃったから、もうあの辿っちゃってんのか。あ、お、終える終える。え、うわ、視界がやばい。うわ、怖怖。どこどこどこ。え、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 バレット、え、どこどこ。え、やばい、魔女魔女いる。え、怖怖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 。振り向きたくない。どこどこどこ。いない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 。どこどこどこ。今声したよね。道行く、その道こっちか。あー、怖怖怖。うわ、あ、降りる。ライン、ライン、これラインだね。あ、ラインだね。バレット、やばい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 。あ、自分でやるのかこれ。あ、いけないな。ん、その高さはいけねえんじゃない。いけねえか。あ、こっちか。待ってろ、今行く。ちょっと今いたよね、なんか魔女的な声の。大変だ。え、え、え、お願いだ、動くんじゃないバレット。落ちちゃったな。じっとしてろ。うん、大丈夫だよ。どういうこと。俺に重いな。あらら、あらら、うわぁ、この、こういう感じね。テーブルのおこぼれを食いすぎてたからだぞ。俺たちは長い道のりを歩かなくちゃならないんだ。障害物だらけのところな。本当だぞ。いい子だ。大丈夫。大丈夫だ。やっぱこれバレットはやっぱほら、強い自分の投影なんじゃないですか。強い自分というか、うん、なんだろうね。なんだろうね、人格だよね。まとまってから言ってくれ。まとまってから思いついたままに言ってけども、ほらバレットは本当はあのいないんだよ。あのいるでしょ、今抱いてるでしょ。いるけど、ほらだからそれ撃ち殺せっていうのは、つまりほら弱い自分を撃ち殺せ、なんつうの。弱いんだか強いんだか分かんないけど、弱い自分をもうほら過去の自分をかき消せみたいだね。ちょっと何てか分かんないけど、まあ俺も分かんないんだけども、きっとそういうことだよね。投影だよ。嫌だね、自分の現実には、ね、あれとは助けるよ。あれとは助けたいけども、どこに住んでんだよこれ。面白い、なんか白いペンキとかね、今まで結構塗られてたけども。なんか書いてある、ね、あ、書いてある。うわ、読めないですね。読めないですね。魔女語ですよね。わ、なんか書いてるで。魔女語ですわ。めっちゃ書いてあるじゃん。何？上どうなってんのこれ。崖？崖さ。暗いな、そら。暗いね。さっきまで明るかったのに。さっきまで明るかったのに。ひでえことしやがるぜ。あれこれループしてない。え、ここ、あ、ほんとだ。え、何、もしかして振り返るってこと。嫌なんですけど。やだよ、俺もずっとまっすぐ歩き続けるよ。俺も絶対振り返る。そのワンで行こう。よし。同意を得られた。やったぜ。絶対振り返んないよ。俺も絶対に振り返んないよ。うん、大丈夫だ。よし、俺たちはこのまま進む。俺たちは愚直なまでに進むから。そうね、嫌だ。愚直なまでに。あ、びっくりした。え、なに、うん、俺がやったのか今。あ、そうだよ。パニック。あ、やばい、パニック、やばい。エリスが腐り始めてる。やばい。プレイヤーもちょっと、プレイヤーもパニックに陥ってる。お、いや、やっぱ同じだよ。なんか見たことあるよ。俺たちは前しか向かねえ。そうだ、決して後ろは振り返らない。なんか絶対いるから。そうだってさ、さっき声したもんね、なんか、うん、魔女の声が。これね、多分後ろべったりくっついてるんでしょ、魔女が。そうだよ。顔が。お前いつもこんな。うわ、ほら、会話ももうループしてる。違う、ループしてるんじゃないよ。え、魔女が今覆いかぶさってきてるんだよ。やばい、そういうこと。うわ、え、何、つまり何、この進め、いや、もう考えるのがやばい。進め、やばい、え、
何このバレット、もしかして何こっち向いたらもう魔女の顔になってんの。バレット、バレットだよ。ああえバレットはバレットなのね。バレットはバレットだよ。バレットの後ろにいるんでしょ今。そうだね、こういう感じで。わかんないよ、わかんないよ。あ、でも、あ、会話は変わった。お、絶望的だな。いいのか、いいのか。いけるいける、よし、いける。いやでも視界がもうぼやけてるけど、なんかね、いけるいける。視界がぼやけてるし、あとあの操作が効かない、視界のなんか揺れちゃうね、揺れちゃう。べったりくっついてくるわ絶対に。いけるいけるいける。よし、これイベントだな。なんか暗くなってるし、よし、よかった、振り返んなくてよかった。よし、それと俺がここにいる、一緒にいるから。何されたんだバレットは。落とされたんじゃない。落とされたのか、ひでえことしやがるな。ケダブラの野郎許さねえがんな。ケダブラの野郎なのかな。ケダブラじゃねえのかな。ベラトリックスの方かもしれないよ。マジか、ベラトリックスに勝てる気しねえな。あれはね、ロンのまま呼ぶしかねえな。ロンのままいねえからな、知り合いに。ロンのままいねえんだよな。大丈夫だろバレット、これ本当にずっとまっすぐ進んでていいのだろうか。一緒にここへ来たんだ、決めただろう。そうだな、俺たちは前しか向かねえ。そんなね、思うように思う壺にははまらないからね。嫌だからね。うん、ここまで来てバレット置いていかないかんね。そうだね、後ろべったりだよ。いいよ、視界がもうぐちゃぐちゃだぜ。だんだんね、暗い。うん、いや助かる、このままブラックアウトしてくれた方が助かる。自分で後ろを振り返るっていう行動さえしたくない。したくない。うん、勝手に進んでほしい場面が。ここまで歩かせるかね。どんな空気が。あれこれはこれもしかして、どうあがいても振り返んなきゃ終わらないパターンなのかな。そうだろ。いや大丈夫だ、一応会話は、ね、諦めちゃいけねえ。そうだ、もうちょっと粘ろう。そうだ、よし、俺たちは決めたんだ、前しか向かねえってな。よし、このまま進み続けるまま進み続けるままで終わるわ。まずいな、エレスが喋らなくなったな。 やばいね、もう変化起きないよ。画面もまあ同じだし、うん、暗さも同じだし。うわあ、振り返るのかよ。いや振り返らない。うん、ちょっとだけ横にもそれられないかなっていうのをちょっと試しますよ。横までは許容するっていう、ただ後ろは絶対に向かない。うわ、でもあ、なんか進んでんじゃん、いいんじゃない。だんだん行こう行こう行こう。そうね、なんか本当にだんだん、いやそれはでも俺たちの思い込みかもしれないよ。それはそれはね、あり得る願望。ね、なんか変化があるように見えて実は何も変わってないっていう。そう、いやだよ絶対に。うわー、見づらい、見づらいね。いやこれでたとえ変化がさ、まああった、あっているとしても、変化があったとしても、ここまでやらすっていう、こんなに長い間やらすっていう。いや、よし。いや、前しか向かねえ、俺たちは前しか向かねえ。決して、うっ、びっくりした。俺だ、あ、ん、なんか喋ってるよ。喋ってる、あ、聞かない。え、魔女、魔女じゃない。あ、喋ってる、喋ってる。あなたはいつだって、あなたはいつ、めっちゃ近い、歩けない、近い、うん、歩けない。あなたはいつだってしか聞き取れなかった。そうだな、字幕も出る。あ、びっくりした。ファルトは新エリア。ノー、ノー、キソー、キソーが、また始まってる。ん、これあの、ホス、あ、びっくりした。ん、その犬を手放し、やっぱりほら、やっぱりそうだ、なんかメンタル的なあの、具現化されたやつなんだよバレットは。主人公のメンタルが具現化されたやつなんだよ。なんでだよ、ファンガーからもらったろうに。でもあれもあの、なんつうの、理想の記憶が作り出した幻覚だよバレット。バレット、お前に俺を壊すことなんてできない、分かったか。俺はお前に負けたりしない。お前がなんでやれ。嘘だろバレット、マジかよ。あ、やっぱすごいのは本当にあれ歩き続けてよかったっていう。うわうわぁ、赤い、うわぁ、これはためらわれる、ね、秋かぁ。秋。あ、移り変わりね、じゃないの。
季節の。マジで？だって木は赤くないでしょ。葉でしょ。赤い。これ木ごと赤くない？これどう？あれ？だってほら、あ、枝とか別にそこまでじゃん。まあ、まあな、確かに。ほら、うん、なんか取んないといけなかったんじゃない？あ、取る。トランシーバー。今だってトランシーバーなのかな。そうか。3はあいつだから。でも3から聞こえたんじゃない今。あ、そうだね、うん、じゃあ聞いてるか最高野郎。ダメだ、聞いてねって。まあ勝手に傍受したんだよ、ラジオ。多分今ラジオでしょ。ほら、あ、違うか、ラジオじゃないか。1、2に押してみる。合わせ方をね忘れてしまったんですよ、残念ながら。何をしてもね、変わらない。マジか。つまりそういうことや。3しかもう足元なんかない。足元注意。あれ、足元注意といえば、あれ、これ俺危険人物になってない？俺たち。そうなんですよ。だからほら、もうシークレットウィンドウだよ。マジか、トウモロコシ一つ取らなきゃ。俺は最初書いてたよ、シークレットウィンドウだって。ずっとでもジョニーデップなんだって。もうだからもう4名もうとっくに殺してるんですよ。絶対切れてね、もう主人公バレてるよ、やつだって。そのね、この今の声がリアルタイムの話なのか、それとも当時のね、 なんかのあれ、待って、道はこっちと、そうね、ちょっと2通りあるね、やっぱ。そうね、うん、ちょっと一回ここで立ち止まって聞いてみるか。まず終わるまで永遠と流れるのかな。うわ、分かれ道なんじゃない、これ。ほら、右に行くかね、左か右か。いや、ちょっとこれは怖いっすよ。ヒントがどこにあるのかね。誰が話してる。これ何、キノコか。あ、なんだ、キノコか。あ、美味しそう。美味しそう。やめとこうぜ。これはまずいな。マリオぐらいしか食わねえぞ。マリオぐらい。これは明らかにやべえ柄の。そうね。いやー、ちょっと。ちょっと体がでかくなるんですね。だったらいいんだけど。やべえぜ。だったらいいんだけど、まだ。こっち強くなるから。怖っき。で、やっぱり主人公の方がやべえやつってことはもうこれではっきりしました。うん、まだ全然会話は続いてるよ。これなんか事情聴取の会話っぽくないですか、なんか。うん、いや、でもここに来させるべきではないとか言ってたよ。ここ、あ、まあな、うん、え、ここに来さ、え、じゃあリアルタイムで誰かが外側からこの主人公のことを、まあ監視というか観察、ほら、観察してるんじゃない。どっかにいる、どっかにいるんじゃない。これはアイデンティティだよ。え、これ実はこれ主人公の精神世界で、実はベッドに寝てるんだよ主人公は今。そうで、それを病室の窓から医者とか研究者たちが見てるんだよ。サイコブレイクじゃんそれ。何の研究してんの。何の研究。あれ、ループしたんじゃね。ああ、そうね。じゃあちょっと高校で一旦切りますか。切りがいいからね、左に行くか右に行くかで。うわー、怖っ。ちょっといや、あ、怖い。一回聞きましょう。いやー。いや、バレット。はい、バレットもいません。